どうも、マフィーです。今回もね、検証動画やっていくんですけども、以前ですね、僕、今シーズンで阪神を退団する能見投手について、検証動画をね、出したんですけど、あれからですね、オリックスがね、能見投手を獲得を、検討しているというね、発表がね、ございまして、今季のオリックスのリリーフ陣の成績は12勝23敗、で、防御率が4.07と、高く、終盤で逆転される試合が多かったということで、リリーフ陣の強化をしたいというのと、左腕が手薄ということもあり、手薄な救援左腕補強へということで、獲得に乗り出していると、Yahoo ニュースでも取り上げられたのですが、そこで今回はですね、能見投手はオリックスに入団したら、どんな成績を残すことができるのか、検証したいと思います。入団したら中継ぎであることは間違いないが、どんな場面で投げるのかわからないが、とりあえず1年間リリーフに入れることに。ちなみに、現在の能力だとあまり期待できないので、今回は、球速、スタミナ、変化球を1段階上げ、この能力でやることに。果たして能見投手は、オリックスに入団したらどんな成績を残すことができるのだろうか。そして、今回、能見投手の成績は54試合に登板して、防御率4.54、5勝6敗、18ホールドと、活躍を見せたが、気になるオリックスの順位は、最下位だった。53勝86敗、首位と26ゲーム差の大差で、最下位に終わってしまった。ちなみに、5位の日本ハムにも、14ゲーム差をつけられてしまった。ちなみに、オリックスの投手成績は、防御率、失点数、四死球ともに、リーグワーストに終わり、野手成績も、打率、得点、安打数、本塁打ともに、リーグワーストに終わってしまった。今回の検証で分かったことは、投手もそうだが、打撃の方でも、補強した方がいいのかもしれない。